はい、こんにちは。今日はですね、EPL9 でマニュアルで、えー、フォーカスを合わす方法を説明したいと思います。まずは、オートフォーカスからマニュアルフォーカスに、えー、フォーカスを、えー、設定変更する場合は、まずはここの上のボタンの、このボタンを押してください。そうするとこのような画面が出てきます。で、今は、ここのオートフォーカスの、このちょうど真ん中ら辺ですね。今、緑で広く光っているとこ。 はい、ここを選択するとこうシングル AF とか、えー、いろいろな設定が選べることができるんですけどもここの MF って書いたのがマニュアルフォーカスっていうことなんでここを、えー、OK ボタンを押してください、はい、そうすると今、えー、と半押ししてもフォーカスが合わすことができませんで、えーとまあね、なかなか、えー、明るさの時とか、えー、フォーカスの時が うまくね合わない時とか、ぜひこれ活用できるとは思うんですけども。で、えっ、ー、と、そこでね、普通にマニュアルで、えー、撮影した場合に、えー、なかなかね、こう目で見るだけでは、このモニターを見て確認するだけではなかなかね、難しいと思うんですね。実際にこう写真撮ってみて、えー、画像を見てみたら ピントがしっかり合ってなかったとかいうことがよくあるんですね。ですので、えっ、ー、と、そのようなことが極力ないように、えー、この設定方法があるんで、それを説明したいと思います。まずは、ここのメニュー画面を押してください。そして、このギアのアイコンを押してもらって、で、えっ、ー、と、こうですね。で、MF アシストっていうものがあります。 でここを今拡大っていうのがありますここを押してくださいそうす、えー。拡大を右に押してください。ここ右ですね。右に押すとこのような画面が出てくるので、これをオンに設定、えー、とオンに設定してください。そうするとさっきと違ってこうえ、えー、ピント合わせたいところにね、こうやってね、えーと、拡大することができます。例えばここの葉っぱのところに、えー、ピント合わせたいと思ったら、 このように拡大してくれますで例えばもっと違うとこをしたいとじゃあここ矢印を押してここに、えー、矢印ですねカー,カーソルキーを押して、えー、上とか押しながら押すとほんでここにピンと合わしたいと思えばこうやって、えー、拡大をしてね確認をすることができますのでちっちゃいモニターでも、えー、しっかりと確認することができます。 で、さらにもう一つ説明したいのが、ここにもう一度メニュー画面を押してください。そうすると、MF アシストのもう一つ下に、ピーキングっていう機能があります。で、これをオンにしてください。そうすると、どういったことが起こるかと言いますと、拡大した上に、そして、今、こうやって合わしますよね。今、えっ、ー、と、葉っぱの横に、えっ、ー、と、ちょっと、えー、赤くね、矢印が出てるのがわかるでしょうか。 今ね、これね、なんでここが赤いのかって言いますと、ピーキングっていうのは今ここにピントが合ってますよっていうふうにお知らせをしてくれてます。ただね、目見るだけではね、ちょっと厳しい、厳しいというかね、本当に合ってるのかなーっていうところが、部分があるので、えー、この赤いピーキングをつけることで、えー、この図,でも図というかこの赤いのが、えー、しっかりと合ってますよっていうのが、えー、教えてくれてます。 ですので、一番赤が、赤がね、だんだん、えー、ゆっくり回していくと、えー、だんだん赤が強くなっていきます。で、赤が一番強くなっているところが一番そこがピント合ってますよっていうことなので、その時に一番ピントがあったなっていう時に、赤くなってるなっていう時に押してください。そうすると、しっかりピントが合っているかのがわかります。っていうこと。 で、えー、しっかりとピントを合わすことができますが、えっ、ー、と、ちょっと説明を最初にし忘れてましたが、ここのね、ここは電動ズームで、で、ここが、前が、えー、マニュアルフォーカスの、えー、フォーカスを合わすリングです。で、ここを回すことによって、さっきのほうのように、えー、ピントを、えー、調節することができます。で、まあ、またね、このマニュアルフォーカス、さっきもちょっと少しおおお説明しましたが、えーピ、なかなか明るさとかでね、えっ、ー、と、 マニュアルで合わしたところが合わなかったとかでなんかあの自分の合わせたくないところにピントが合ってしまっているとかそんな時にマニュアルフォーカスを使,せ使えば、えー、と自分の、ね、思い通りにピントを合わすことができてで先ほどの機能でより、ね、ちゃんとピントが、えー、ピンボケがしないようにね えー、ちゃんと、えー、合わすことができますのでマニュアルでピントを合わす時は、えー、このような使い方をしてみてはいかがでしょうか今日の説明は以上ですありがとうございました